こんにちは、メイクログの自律神経救世主、原町接骨院、久松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状やその他の症状でお悩みの方にお役に立つ情報を提供いたします。今回は腰痛の方向けなんですけども、腰を後ろに反ってしまって、反った時に痛い場合ってあります。前に前屈して痛い場合とまた後ろに反って痛い場合ってあるんですけど、特に後ろに反った時に痛い方向けの、セルフケア方法について説明いたします。後ろに反って痛い場合っていうのはこのお腹の腹直筋の緊張が強いっていうのもあるんですけど、もう一つ大事なところがあって、内もも、この内転筋と言われる内ももの筋肉の部分の緊張が強くなっている場合が多いです。ですからこの内転筋を緩めるというのがいいです。そのためにどうするか、それは開脚です。ではですね、効果が出るような開脚の方法をお伝えいたします。開脚ね、まあ、文字通り足を開くことなんですけども、この時のポイント、まず一つ目、姿勢を気をつけてください。体が前傾するとテンションがかかりづらくなりますので、姿勢をよく、もう頭のてっぺんが天井に引っ張られているイメージで、背筋を伸ばしてください。そして二つ目は、足首なんですけど、足首が下に下がっている状態で足首を反らしてください。足首を反らします。反らした状態で姿勢を正す。そうするとこの状態の方が内ももにテンションがかかります。そして3つ目のポイントは、伸ばしている時に内転筋が張ってくるんですけど、少しさすってください。自分でさするとですね、結構緩みが出てきてテンションが減りますので、さすりながらやると結構やりやすいです、開脚。そして時間なんですけど、30秒から1分やってみてください。それによって内転筋柔らかくなってきます。内転筋が柔らかくなることによって後ろに反って腰が痛いとき楽になります。また当然ね、膝にもね関与しますから、膝の痛みにも有効です。そしてもう一つ大事なことは、これ、痛いのを我慢してやらないでください。もう何度もね、言ってますけど、痛いのを我慢して やると、脳が攻撃されたと勘違いして逆効果になります。そうなるとまた本末転倒。痛くならない範囲、ああ、伸びてるな、来た来たって範囲でやめておいてください。広げるレベルは。そして、足首を反らして、姿勢を正して、この内ももをさすりながら、30秒から1分、まあ、1分を目安にするといいと思いますけども、1分やってみてください。それにより、かなり腰の動きが改善します。ぜひぜひやってみてください。そして、これをご覧の方で、自律神経の乱れが原因と言われた、または病院で原因不明と言われた症状でお困りの場合、TOIのホームページご覧になってみてください。いろいろ症状別のページがあるので、必ずあなたに見合ったページがあると思います。そしてもし私の力が必要でしたら、電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。必ずあなたの力になれるでしょう。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ開脚無理しないレベルでやってみてください。